まるで夢の中に入り込んだみたいだ。オーストラリアの人気 YouTuber が日本の冬を体験し、 CG のような景色に衝撃を受けました。さらにその動画を投稿したことで日本の冬に興味を示す外国人が続出しました。彼らは一体何を動画に残したのでしょうか。今回は彼らが撮影した動画をもとに紹介していきます。きっと日本人の皆さんも日本の冬の美しさを再確認することができるでしょう。そして日本の冬がさらに好きになることでしょう。それでは早速見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。今回来日したオーストラリア人 YouTuber はチャンネル登録者100万人を超える、オーストラリアの若者を中心に大人気のインフルエンサーでした。オーストラリアは日本とは真逆の季節をしている国です。そのため彼らは真夏のオーストラリアを出発し、真冬の日本に到着しました。彼らが向かった先は東北地方にある宮城県で、日本の文化や景色に感動した様子を表しました。彼らの動画は宮城県仙台駅周辺の映像から始まります。その中には雪が降る中、足早に移動するコートを着た社会人や学生の姿が映し出されました。真冬の宮城県は気温が氷点下に近づくため、通り過ぎる人々は防寒用の帽子やマフラー、手袋を多くの人が着用していました。彼らは冬でも比較的暖かいオーストラリアではあまり見ない光景に驚きを見せました。そして彼らが向かったのは岩沼市に位置し、金運円満や商売繁盛にご利益がある金蛇神社です。金蛇神社はこのご利益からパワースポットとして全国各地から参拝客が訪れます。そして彼らもそのうちの一人でした。彼らは金蛇神社に到着すると、辺り一面に広がる木々や鳥居の美しい雪化粧に興奮した様子を示しました。そしてこの雪景色をアニメを見ているかのようだと大絶賛し、日本の冬の魅力に釘付けでした。また自分の息が白いことにも驚き、普段は見ることができない現象に興奮したようです。彼らは念願のご祈祷に向かいます。まず身と心を清めるために手水舎に向かいました。手水舎では凍えるような水の冷たさに声を上げていましたが、神社での正しい作法を体験した彼らは満足げな表情を浮かべていました。そしてついに彼らが楽しみにしていた参拝をするためにお賽銭箱の前に到着しました。神社の厳かな雰囲気から彼らは少し緊張している様子を示しましたが、日本の作法にのっとりお参りを済ませました。彼らはお参りで周囲の人々の幸せを願うとともに、自身の YouTube チャンネルの登録者がさらに増加することを願ったそうです。続いて彼らはご祈祷をするために拝殿の中に移動しました。ご祈祷の様子は撮影の許可が下りなかったそうですが、重々しい空気にドキドキしたそうです。今回もらった購入したお札はオーストラリアの家に持ち帰ると語りました。そして最後におみくじを引いて一喜一憂した後、金蛇神社に一礼し去っていきました。次は金蛇神社近くにあるカフェに向かいます。新参拝者休憩所サンドテラスというカフェでは、金蛇神社をモチーフにした商品が並んでいます。蛇型のパンや神社で採れた蜂蜜を使ったスイーツを販売しています。カフェで食事を楽しんでいる途中、屋根からの落雪による大きな音と地震が起きたかのような振動に驚いたようです。そして食事を終え、お土産を購入した彼らは食後のデザートにいちご狩りへ向かいます。宮城県は東北地方で最もいちごの生産量が多い地域で、全国でもトップ10に入ることもあります。いちごは寒暖差が大きいほど美味しく成長していきます。宮城県は気温が低いため、いちごが栄養や糖分を多く蓄えることができます。宮城県のオリジナルいちご、もう一個は大きな果実と鮮やかな紅色が特徴です。いちごは一般的に冬が旬と言われています。彼らは自分でいちごを摘み取り、
そのまま口にすると、あまりの美味しさに笑みを浮かべました。その後もお腹がいっぱいになるまで黙々とイチゴを食べた彼らはとても満足したようです。彼らのようにイチゴ狩りは外国人旅行者に人気な体験です。実は日本産のイチゴは海外では大きな果実や甘みが高く評価され、高級品としてたしなまれています。そのため日本では半分以下の価格で食べられることが人気の理由だそうです。続いて彼らは最も楽しみにしていた大崎八幡宮に訪れます。大崎八幡宮は伊達政宗が創建したことで知られており、本殿は国宝に指定されています。そして厄除けや除災招福のご利益を求めて多くの参拝者が訪れます。本殿の屋根にある色鮮やかな彫刻や黒漆塗りに金箔などの装飾が施されている豪華な建物に白い雪が積もっている姿から神秘的な景色が映し出されました。彼らは絵馬に各々の願いを書いて帰路に着きました。帰り道には寒さをしのぐために自動販売機でホットコーヒーを購入しました。日本は世界と比較しても自動販売機の台数が圧倒的に多く、種類も豊富です。そのため日本の寒い冬に温かい飲み物が飲める自動販売機は彼らの目に珍しく映ったのでしょう。彼らはホットコーヒーの温かさに感動し、自動販売機の虜になったと語りました。彼らの日本旅行を撮影した動画は多くの外国人に視聴され、たくさんのコメントが寄せられました。日本の冬はこんなに美しいんだね。私は以前春頃に日本に行ったことがありますが、その時は桜の美しさに感動しました。冬の雪景色もそれと同等の価値がありますね。日本の冬の良さを教えてくれてありがとう。次は必ず冬に日本を訪れます。このように日本の冬の美しい景色や文化が絶賛されていました。また冬の日本の美しい景色を他にももっと見たいという声が寄せられました。それでは冬の日本の景色は他にどんな美しい景色があるのでしょうか。日本を代表する冬の絶景スポットとしてまず白川郷が挙げられるでしょう。白川郷とは古い民家が立ち並ぶ世界遺産にも登録された絶景スポットです。岐阜県の豪雪地帯に位置しているため、冬は一面の銀世界に変化します。夜になるとライトアップが施され、闇の中に浮かび上がる家や雪が幻想的な空間を生み出します。この白川郷の絶景を撮影した動画がネット上で投稿され、海外の視聴者から絶賛されています。最初は CG 映像だと思って見ていたけど、途中で実際の映像だと気づいて驚いたよ。まるでおとぎ話に出てきそうな景色だね。現代の進化し続けている社会では決して見ることができないね。私の住んでいる地域では降雪が一切ないので、いつか雪を一目見てみたいと思っていました。世界中には冬の絶景を見れる場所は数えきれないほどありますが、私はきっと日本の白川郷に訪れるでしょう。このようにこの世のものとは思えない景色に自分の目を疑う視聴者が現れました。このような日本の冬の良さを伝える動画は他にも投稿され注目を集めています。まずは新潟県津南町で行われる津南雪まつりです。津南町は世界でも有数の豪雪地帯で、鎌倉や雪道路などを見ることができます。しかしそれだけでなく、特に注目なのが夜に打ち上げられる無数のランタンです。このランタンは長野県北部地震と東日本大震災の復興と振興を目的として始まりました。このスカイランタンはディズニー映画塔の上のラプンツェルのワンシーンを連想させ、アニメの中にいるかのような体験ができます。続いては富山県にある五箇山の雪景色です。五箇山の数百年前から変わらない小さな里山の集落の美しさは世界遺産にも登録されています。昼間は質素な合掌造りの家屋が大自然の中で立ち並んでいます。そして夜になるとライトアップがされるので、幻想的な風景を見ることができます。青森県弘前市では弘前城雪まつりが行われています。
雪化粧をした弘前城がライトアップされるほかにも、冬に咲く桜と題して、桜の枝に積もった雪がピンク色にライトアップされることで、満開の桜が咲いているように見えるイベントなど、雪と光の美しいコラボを見ることができます。山形県尾花沢市にある銀山温泉の雪景色は圧巻です。銀山温泉の大正時代を彷彿とさせる景観は、観光客をタイムスリップさせるかのような魅力があります。夜になると明かりに重なる雪がレトロな雰囲気を醸し出します。秋田県横手市の鎌倉祭りは約450年以上の歴史があります。中で餅や甘酒を楽しめる大きな鎌倉から、数十センチほどのインスタ映えするミニ鎌倉まで、たくさんの鎌倉を見ることができます。ろうそくで照らされた無数の鎌倉は神秘的な雰囲気を醸し出します。また角館町では一風変わった雪景色を見ることができます。角館町では最大1メートルにも及ぶ雪が民家の屋根や田んぼに積もることも珍しくありません。そして前が見えないほどの吹雪の中、電車が走行する姿に雪国の強さを感じます。電車の乗車すれば、木々に積もった雪や美しい渓谷など、さまざまな景色を見ることができます。そして石川県にある小石川後楽園では雪吊りが行われています。雪吊りとは、木の枝が雪の重みで折れてしまわないように縄で枝を支える日本古来の技術です。この伝統芸能である松の雪吊りは冬の庭園を彩ります。東京浅草は海外観光客からも人気を集めています。浅草で雪が降るのは珍しく、雷門の赤色と白色のコントラストはとても美しいです。最後は皇居にある二重橋の雪景色です。二重橋越しに見える伏見櫓は、多くの人が写真を撮影しています。また皇居皇居外苑に立ち並ぶ黒松は荘厳な雰囲気を醸し出します。動画ではこのようにいくつもの美しい雪景色が紹介されましたが、日本にはまだまだ冬の観光スポットがありますので、いくつか紹介します。動画では北海道の景色は紹介されませんでしたが、北海道にもたくさん絶景があります。まずはオホーツク海の流氷です。流氷は冬の限られた場所でしか見ることができません。観光砕氷船に乗れば、船の上から海一面に広がる流氷を見ることができます。流氷は動物たちとの出会いをもたらすこともあります。氷の天使と言われるクリオネや、氷と餌を求めて訪れるアザラシなど見れる可能性があることも魅力の一つです。そして山形県ではスノーモンスターを見ることができます。スノーモンスターとは生き物ではなく樹氷の通称です。蔵王樹氷祭りでは樹氷が鮮やかにライトアップされ、海外からの人気も集めています。このようなさまざまな日本の冬の景色やイベントに、海外からは称賛のコメントが多数寄せられました。日本の景色はとても美しいですね。これまで日本はビルや工場が立ち並ぶ先進国らしい国だと思っていましたが、こんなに綺麗な景色があるとは思いませんでした。ぜひ日本に行ってみたいです。どれも見入ってしまうほど美しい雪景色でした。日本の雪景色は神秘的であり、さらに穏やかで安らぎをもたらしてくれますね。私はシンガポールに住んでいますが、雪が降らないのでこのような景色を見れないのが残念です。シンガポールにも雪が積もってほしいものですね。日本の雪景色を見た外国人の中には、日本の新たな一面を知り憧れを抱いている人もいるようです。しかし日本人にとってはそうではないようです。もちろん雪景色やイベントなどは多くの人に楽しまれますが、雪は生活に支障を及ぼすものとして煙たがれることも多々あります。雪が積もったら重い雪を片付けなければなりません。さらに積雪の影響で交通渋滞が発生したり、転んで怪我をするなどの大きなデメリットもあります。このように日本人にとっては雪がネガティブなものとして考えられがちですが、外国人は日本の雪にさらなる魅力を感じているようです。実は日本は世界屈指の豪雪国であり、世界でも
名が知られた温泉地やスキー場が数多くあります。日本のスキー場目当てに海外から訪れる人も珍しくありません。パウダースノーと呼ばれる圧雪される前の軽くて柔らかい雪が人気を集める理由です。日本を海外から見ると雪景色や雪祭り、アクティビティなど様々な冬の魅力があるようです。もしかすると日本にいる私たちよりも日本の冬の魅力に気づいているのかもしれませんね。日本の冬は世界に誇れる素晴らしいものの一つです。これからもこの美しい冬の魅力に多くの人々が引きつけられることを願います。東京駅は時代遅れ。韓国人女性の発言に注目が集まっています。彼女が語った東京駅にまつわるあるエピソードは海外の人々から多くのコメントを寄せられる要因になったのです。そしてそれはこのような発言でした。韓国のソウル駅は全面ガラス張りでデザインがとても先進的に感じられる。それに対して日本の東京駅はかなり古臭いレンガ造りになっていて、まるで昔のソウル駅みたい。つまり東京駅はソウル駅と比べて時代遅れなのよ。彼女の発言の真意はどのようなものだったのでしょうか。また彼女がここまで酷評していた東京駅に彼女本人が実際に訪れた際のエピソードも今回はご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。東京駅はソウル駅には及ばない。この発言の結末を見る前にまずは話題になっている東京駅について見ていきましょう。東京駅は日本を代表する駅の一つで、世界有数の大都市である東京の中心に位置しています。周囲には現代的な高層ビルが立ち並んでおり、その中で唯一レンガ造りのレトロな雰囲気を持ち合わせた東京駅は外国人が訪れてみたいスポットとしていつも人気を集めています。東京駅は1914年12月20日さまざまな路線ごとに点在していたターミナル駅を結ぶ中央停車場として開業を迎えます。その後中央本線の乗り入れや山手線の環状運転開始に伴い急激に利用客が増えたため、開業から約20年が経過した昭和初期にはプラットフォームなどの増設工事に着手します。しかし第二次世界大戦の影響により増設工事は中止。大戦末期には空襲により駅舎のドームや東京駅の3階部分が焼失してしまいました。そして終戦後、駅舎の復旧とともに中止されていた増設工事も急ピッチで進められ、1964年10月1日には日本初の新幹線となる東海道新幹線が開通、東京駅がそのターミナル駅となります。さらに総武横須賀線の地下ホーム新設、地下鉄丸の内線や京葉線の乗り入れなど地下ホームの増設工事は順調に進み、1991年6月20日には東北新幹線が運行を開始しました。東京駅は東海方面に加えて東北、上越方面へのターミナル駅となり、現在は日本の首都東京の玄関口として多くの人々から認知され、日夜数万人規模で人が行き来する大変主要な駅となっています。今回はそんな東京駅が舞台となったお話なわけですが、その東京駅が韓国のソウル駅と比べると地味で時代遅れであると言います。ソウル駅の方が立派だとする主張があるのです。今回のエピソードに登場する韓国人女性もこうした考えを持ち合わせていました。しかし彼女はとある経緯から東京駅とソウル駅を連続して訪れる機会に恵まれます。彼女自身もまた東京駅自体は直接見るのは初めてだったということでしたが、彼女の目には東京駅はどのように映ったのでしょうか。彼女が抱いた印象は、この韓国人女性はフランス留学を経てそのままフランスで暮らし続けているそうです。ある日フランス人の友人であるローズからこのような申し出を受けます。日本に行きたい。ねえ、一緒に行ってみない。実はフランスでは日本に対し好意的な印象を持つ方が多くいて、ローズもまたそのうちの一人だったのでした。
ずっと日本に行きたいと思っていたの。それに韓国は日本と近いから、あなたの地元にも寄れるかもしれない。だからぜひ一緒に行きましょう。しかし、韓国人の日本に対する印象は、フランス人の抱えるそれとは正反対です。韓国人女性はこの提案を受け入れられませんでした。どうしてフランス人は日本ばかりなの？韓国人の私と旅行に行くのだから、韓国旅行にしましょうよ。私を日本に誘うなんて失礼だわ。あなただって、もし私にイギリス旅行に行こうと誘われたら嫌でしょ？と主張しました。決してローズに悪気があったわけではありません。しかし韓国人女性の憤りは止まりませんでした。韓国よりも日本の方が魅力的な国だって言われているようなものよ。失礼だわ。彼女はどうしても日本旅行には乗り気でないようでした。しかしローズもまた譲れなかったようです。彼女は韓国人女性の気持ちを尊重しつつもどうにか説得を試みます。そんな風に感じさせてしまったのね。不快にさせてごめんなさい。でも私はやっぱり日本に行ってみたいの。それにアジアの先進的な大都会を感じてみたい。そのためには東京が一番良いかなって。ローズは理由を分かってもらいたくて必死です。しかしこのローズの言葉にまた韓国人女性は反論を繰り広げます。アジアの先進的な大都会を感じたいのなら東京ではなくソウルに行くべきよ。ソウルの素晴らしさは駅を見るだけですぐにわかると思うわ。特に東京との違いを感じるならね。そう言うと韓国人女性はローズにソウル駅と東京駅を比較した韓国のとあるウェブサイトを見せたのです。このウェブサイトは韓国でも非常に話題となっていました。韓国のソウル駅は全面ガラス張りでデザインがとても先進的に感じられる。それに対して日本の東京駅はかなり古臭い。レンガ造りになっていて、まるで昔のソウル駅みたい。つまり、東京駅はソウル駅と比べて時代遅れなのよ。と、韓国人女性はウェブサイトに掲載された写真からわかる情報を取りながら、ローズに力説してみせました。この2つの駅を比較してみてどう思う？これがソウル駅で、こっちが東京駅。これにはローズも韓国人女性の弁を支持します。そうなのね。どちらもアジアの首都にある駅なのに全然イメージが違うわね。韓国人女性はこれに気分を良くしローズの言葉にうなずきます。明らかにソウル駅の方が先進的でしょ。東京駅はどちらかというと田舎臭いイメージがあるわ。アジアの大都市を挙げるならやっぱりソウルに軍配ありね。ローズは一度言葉を止めて少しの間考えに浸りました。そしてローズの中で決心が固まったようです。私はずっと前から日本に行きたいと思っていたの。だから行き先を日本から韓国に変えることはどうしてもしたくないわ。でもあなたが韓国をとても愛していることや韓国も発展した素晴らしい国だってことは理解できた。だから日程を調整しましょう。韓国と日本どちらも訪れられるようにするの。ローズは日程を半々に分けて日本、続いて韓国へ行けるようにしようと提案したのです。ここでようやく韓国人女性もローズを完全に説得しきることが不可能であると悟ります。どうしても日本に行きたいのね。わかったわ。じゃあそうしましょう。両方を訪れればどちらがより先進的な国なのかがわかるはずよ。こうして2人の日本、韓国旅行が決定しました。旅行が決まった瞬間は韓国人女性の心に言い切れないもやついた気持ちが充満していました。しかし出発日が近づくにつれて彼女のモヤモヤは期待へと変わっていったといいます。それは韓国に立ち寄れることが嬉しいわけでも日本に行けることが楽しみになったわけでもありません。それよりも韓国が日本よりもはるかに優れていて先進的な都市であることをローズに知ってもらえるまたとないチャンスだと考えるようになったからでした。これで友人にもっと自国を好きになってもらいたい、そんな期待を抱えた韓国人女性の思いは日本に到着して間もなく儚く散ってしまうのでした。旅行日当日、彼女たちはフランスから日本への長いフライトをようやく終えてその地へと降り立つことに成功します。フランスから日本までの旅程は半日かかります。
そのため日本に到着した頃には二人とも心身ともに疲れ切っていました。このまますぐにでも休みたいところですが、彼女たちが宿泊を予定していたホテルは東京駅の近くであり、空港からの移動が必須でした。成田空港から東京駅までは成田エクスプレスでも1時間という時間を要しますから、彼女たちはその旅程を思うとうんざりした気持ちでいっぱいになっていました。しかし空港に降り立ってから東京駅までの数時間で、彼女たちはこの長旅の疲れを一切忘れるほど日本に感動を覚えることになります。ローズは移動中、先ほどまでの疲れを感じさせないテンションでずっと叫んでいました。この空港、信じられないほど綺麗だわ。ここまで清潔な空港は初めて見た気がする。それに列車を待つ人がこんなに整然と列を作るなんて、他の国では見られない光景だわ。さすが日本人。この高速列車もとても快適だわ。リクライニングシートも広々としていて、テーブルとかコンセントが完備されているところも親切だよね。電光掲示板もいろんな言語に対応しているし、車内も綺麗で、うるさくする人もいないし、日本人のマナーは伝え聞いていた以上に高いことがわかる。韓国人女性はローズの言葉に曖昧な相槌を打っていましたが、言葉を紡がずとも彼女の表情は内心で日本の素晴らしさに衝撃を受けていたことを物語っていました。空港でのわずかな滞在と快適な高速列車に揺られてまた数時間が経ちました。彼女たちはついに東京駅に到着します。初めて目にした東京駅の様子に韓国人女性の心の中には、東京駅って思っていたよりもすごいかもしれないという衝撃と不安が入り混じり始めていました。ローズももちろんその感動を隠さずに東京駅への称賛を口にします。素晴らしいわ。東京駅も空港と同じでとても綺麗だし、かなり広いのね。いろいろな商業施設とリンクしているし、ここだけでも十分に楽しめそうね。ローズの言葉通り、東京駅は想像していた以上に大きく様々な商業施設を備えた、まさにメガステーションと呼ぶべき圧倒的な充実具合でした。韓国人女性の焦りはさらに加速していきました。東京駅ってすごく素敵ね。写真を見せてもらった時の印象と全然違うわ。そうだ、ホテルに行く前にこの辺で少し遊んでいかない？そのような提案をするローズに、韓国人女性は不安な気持ちを言葉に乗せて言います。ローズ、どうしちゃったのよ。日本に到着した時はあんなに疲れていたのに。そんなローズは興奮冷めやらぬ状態で韓国人女性にキラキラした瞳を向けます。日本の景色を見てたらすごくワクワクしてきて、疲れなんて全然感じなくなっちゃったわ。それに東京駅は想像以上に素敵。これはもう疲れてるなんて言ってる場合じゃないわね。ローズはすっかり東京駅の魅力の虜になったようでした。韓国人女性は必死に思考を巡らせます。そして明らかなウィークポイントを思い出しました。それは東京駅のあの古臭い外観です。ウェブサイトで見た一昔前のようなあのレンガ造りを見れば、ローズの興奮もきっと冷めて冷静さを取り戻してくれるはず。そう考えた彼女は立ち並ぶ商業ビルへと早速向かおうとするローズを呼び止め、ローズを駅の外へと連れ出します。記念写真を撮ろうとしてあの外観を見ればきっとローズもがっかりする。そんな淡い期待を抱いた韓国人女性は今度こそ完全に自身の認識の誤りを認めました。東京駅の外観は確かに古く感じられるものでした。しかしそれは決してウェブサイトを見た時に感じた田舎臭いイメージのものではありませんでした。むしろその醸し出すレトロな雰囲気は彼女たちの心を掴んで離しません。わあ、これは素敵。写真で見るより何倍も素敵ね。とてもレトロでおしゃれな感じがするわ。そうね、韓国人女性はうなずきます。ローズはそんな彼女の様子には目も留めず、さらに感想を続けます。しかも外に出るとさらに大きく感じる。とても立派だわ。写真で見た時はとても貧相な駅に見えたのにね。ええ、でも東京の大都会っていう雰囲気が東京駅をより際立たせているわね。先進的な高層ビルがたくさんある中でこのレトロな建物がすごく映えてる感じ。韓国人女性は
もう無粋なことをローズの耳に入れることなど考えもしませんでした。東京という街はソウルとは比べ物にならないほど洗練されていて先進的でした。その様は彼女の想像の域を完全に超えています。東京駅って素晴らしいわね。前に見せてもらったウェブサイトの写真はきっと写し方が悪かっただけね。ええ、確かにあれは良くないわね。でもこれでますます今回の旅行が楽しみになってきたわ。東京がこんなに綺麗で素晴らしい街だって知れたし、それにソウルもこれに負けないくらい素晴らしいのでしょう。そう考えると今からとても楽しみ。韓国人女性はローズの言葉を聞いてまた大きな焦りを覚えるのでした。あのウェブサイトがどのような意図があって変更的な比較を載せていたのかは知りえません。ですが少なくともあのサイトで誤った認識を広めた人が多数いることは間違いないでしょう。そして韓国人女性は日本の素晴らしい点をここまでで嫌というほど味わってきました。大きくて綺麗な街並み、便利な公共交通機関、マナーの良い人々と美味しい料理。韓国人女性はこれらの要素でソウルが東京に勝っている点はどこか日本を経つまで必死に考え続けましたが答えは出ませんでした。この後訪れた韓国でローズはソウルのことも褒めてくれましたが、韓国人女性の目にはどちらが胸躍ったかは聞かなくても分かりました。ちなみにこの韓国人女性が東京駅に似ていると言っていた昔のソウル駅は、東京駅を設計した辰野金吾の弟子塚本康氏によって設計されたものです。師弟関係にある二人が設計した駅舎だったため両者を似ていると感じたのでしょうね。韓国人女性は今回の旅行で自身の認識に誤りがあったことを大いに反省しました。深く考えずにただソウルの方がすごいんだと信じてたけど、真実はちゃんと自分の目で見なくちゃわからないものね。そう、彼女はこの旅を締めくくるのでした。それではここで東京駅の素晴らしさについて自分も述べたいとしてコメントを寄せてくれた海外の声をご紹介しましょう。もし東京に行くことがあればぜひ東京駅に足を運んでみてください。他の駅と違って東京駅は赤レンガ造りのクラシックな駅です。とても素敵ですよ。東京駅は非常に洗練されていて一流の雰囲気が漂っていました。最先端のショップやレストラン、可愛らしいお土産屋がたくさんあり、雨の日にショッピングするには理想的な場所だと思います。混雑していたにもかかわらず東京駅には整然とした秩序がありました。公共のトイレも印象的でしたね。すごく清潔感があるし、何よりウォシュレットを発明した日本は最高だと思いました。日本が懐かしいです。日本の食べ物は本当に美味しい。東京駅にも行ったことがあるけど本当に素敵な駅でしたよ。韓国の人々は今回話題となったウェブサイトによってレンガ造りの古臭い東京駅、それに対してガラス張りのモダンなソウル駅という認識を多数が持ってしまいました。しかしその実情は決して一側面のみで推し量れることではないでしょう。今回ご紹介した韓国人女性と友人のローズは自身の目でそれぞれを目の当たりにし、ソウルよりも東京の方が先進的だと感じました。百聞は一見にしかず、どんなものでも自分の持った認識が必ず合っているとは限りません。人生においては多くの知見に触れることが大切だという教訓を今回の出来事で得られたかと思います。日本人は異常すぎる。日本人の文化や歴史への理解と敬意は世界中の多くの人々に深い影響を与えています。考えてみてください。皆さんが日本で1000年以上続くと聞いた時にどのようなものが思い浮かぶでしょうか。多くの方が皇族の長い歴史、数百年続く老舗企業、神社の伝統などを思い描くかと思います。一方海外の方々は日本の1000年以上の歴史を持つ文化や伝統に対し驚くことが多いようです。特に世界最古の企業として1400年以上続く金剛組や岩手県奥州市の黒石寺で行われる伝統行事
黒石寺蘇民祭などは日本独自の持続的な文化を象徴しています。確かに日本には1000年以上続く多くの伝統行事や組織があります。これらは世界的な視点から見ても非常に珍しく驚くべき存在と言えます。例えば最近日本を訪れたイギリス西部出身のマーティンさんの話はこの点を如実に示しています。マーティンさんはイギリスに住んでいるにもかかわらず日本文化を深く愛し、自宅に日本庭園を作ることを趣味としています。彼は43歳の時から日本庭園の作成を始め、10年の歳月をかけてその夢を実現させました。このプロジェクトはイギリスの新聞に取り上げられ、彼は一躍有名人となりました。その際マーティンさんは笑顔で日本庭園の魅力について語り、最初に日本の庭園を調べた時に、ただ芝生や花があるだけではなく、もっとクリエイティブな庭作りができると感じました。日本庭園は常に変化し続け、永遠に手を加えることができるのです。と熱心に話しました。彼は祖父から伝えられた知識を生かし、自ら池を作り、松などの日本的な木を植え、枯山水式に砂利を敷くことで、自身の理想とする庭園を作り上げました。このように、日本の文化や伝統は、海外の人々にも深い影響を与え、彼らが日本に対して抱く敬意と好奇心を育てているのです。マーティンさんは、自身の SNS で、できることならば、日本で生活したいとコメントするほど、日本文化への深い憧れを持っています。ある日、彼は盆栽や苔を扱うバイヤーである友人から日本への旅行への誘いを受けることになりました。マーティンさんは、この旅行を通じて、自分の庭に植えるための桜の木を探したいと考えていました。もし可能であれば、本場の日本庭園や桜の木を間近で見学し、その美しさや文化の奥深さを直接体感したいと思っていました。彼らが訪れたのは福島県で、マーティンさんの友人は100年以上の歴史を誇る吾妻盆栽を見に行くことを楽しみにしていました。マーティンさん自身も福島にあるという有名な大きな桜の木を訪れることを特に期待していました。日本への旅行で友人の盆栽関連の仕事を手伝った後、マーティンさんはついに福島県三春町にあるその有名な大きな桜の木を訪れる機会を得ました。残念ながら彼らが訪れた時期は桜の開花シーズンではなかったため、満開の桜を目にすることは叶いませんでした。しかし、その他の桜の木とは一線を画す圧倒的な大きさの桜の木を目の当たりにした時、マーティンさんはこの世にこんなにも大きな桜の木が自生しているなんて想像もしていなかったと大変感動したそうです。その後、彼らが静かにその大きな桜の木を鑑賞していると、遠くから1台の軽トラックがやってきました。車からは90歳近い老人と若い男性の2人の日本人が降りてきて、ゆっくりとその桜の木へと歩み寄っていきました。マーティンさんは彼らがただの観光客かもしれないと思いながらも、彼らの行動に興味を持ち静かに見守っていたのでした。その時、マーティンさんは侵入禁止という看板にもかかわらず、二人の日本人男性が堂々と立ち入っていく様子に驚きを隠せませんでした。彼は日本人は規則を守る人々だと考えていたため、彼らの行動に混乱しました。日本人は規則を重んじると思っていたのに、彼らは何をしているのだろう。もしかしたら桜に何か害を及ぼすつもりなのではないか。と疑念を抱き、マーティンさんはその二人の後を追いかけ始めました。距離を置いて観察していると、彼らはついに桜の木に手をかけ、枝を切り始めたのです。マーティンさんは怒りを抑えきれず、二人の男性に声をかけました。なぜ桜の木を切っているんですか？桜に害を与えているのですか？彼の声に、二人の日本人は驚きの表情を浮かべました。彼らにとって、興奮し怒っている外国人との遭遇は珍しいことだったのです。マーティンさんの友人は、日本語を少し話すことができたため、仲介者として二人の日本人に質問しました。実は、私の友人のマーティンは桜が大好きなんです。あなたたちが突然、枝を切り始めたので、彼はとても驚いています。
あなたたちは何をしているのですか？と彼は片言で尋ねました。すると若い方の日本人が事情を理解し、安堵の笑顔を見せながらスマートフォンを取り出し、翻訳アプリを使って会話を始めました。私たちはこの三春滝桜を管理するスタッフですという答えが返ってきました。マーティンさんたちが訪れた桜は福島県三春町にある非常に有名な桜の名所で、その名前は三春滝桜と言います。この千年を超える樹齢を持つ桜はまさに歴史の生き証人であり、地域の人々に深く愛されていると言えます。長い年月を経てもなお多くの訪問者を魅了し続けるその魅力は、単なる樹齢の長さだけにとどまらないでしょう。春が訪れるとこの桜の木は華やかな花を咲かせ、見る者を圧倒する美しさを見せます。長い時間をかけて培われたこの桜の木が変わらずに美しい花を咲かせ続ける様子は、多くの人々に深い感動を与えているのです。しかしながら、その美しさだけが三春滝桜の特徴ではありません。この桜は数々の自然災害や歴史的な変遷を乗り越えてきました。強風や豪雨、そして東日本大震災にも屈することなく、毎年春には生命力あふれる花を咲かせるのです。マーティンさんが三春滝桜を管理しているスタッフであると知ると、彼が突然声を荒げたことを詫び、さらなる質問を投げかけました。桜が咲いていない時期でも手入れは必要なのですか、との彼の問いに、日本人男性は穏やかにうなずき、次のように答えました。私たちは桜森として年中無休で桜の管理に励んでいます。マーティンさんはこの言葉に不思議そうな表情を浮かべました。桜森という言葉を耳にするのは彼にとって初めてのことでした。桜森とは具体的にどのような仕事なのですか？桜をいたずらから守る警備員のようなものですか？と彼は尋ねました。すると日本人スタッフは笑顔で答えました。桜森とは桜が末永く美しく咲き続けられるように剪定や木の健康管理をする人々のことを指します。桜森という役割は日本独特の文化的な職務を担っています。彼らの主な仕事は桜の木の保護と管理であり、桜が美しく咲き誇るための最適な環境を年間を通じて整えることに尽力しています。桜森は単に桜の木を見守るだけでなく、その健康状態をチェックし、病気や害虫から桜を守るための対策も行っています。実は桜の見事な開花は春の時期だけの話ではなく、それ以外の季節に行われる地道な作業の賜物です。桜がきれいに花を咲かせるのは桜森たちの献身的な努力、いわば縁の下の力持ちの成果といえます。桜が花を咲かせていない時期であっても、彼らの仕事は決して終わらないのです。枯れ枝の除去や土壌の管理、栄養補給といった作業に加え、余分な枝の伐採や苗木の育成、譲渡など桜の健康維持に欠かせない活動を行っています。私たちが毎年美しい桜を楽しむことができるのは、彼らの見えない努力のおかげと言っても過言ではありません。この桜森に関する説明を聞いたマーティンさんは大変驚きました。イギリスでも公園の芝生を買ったり施設を管理する人はいますが、このような特殊かつ専門的な管理を行う人々を目の当たりにするのは初めてだったのです。日本の桜はこういった丁寧な手入れのおかげで美しいのですね。日本全国に見どころがあるとは驚きです、とマーティンさんは感心しながら言いました。彼は桜森の仕事について学んだ後、さらに興味を持って話を続けました。なるほど、これが皆さんの仕事ですね。これは生計を立てるためのビジネスなのですね、と彼は考えましたが、その考えはすぐに日本人の桜森によって否定されました。実は桜森の多くはボランティアで活動しています、と彼らは説明しました。桜森の活動には園芸会社が関与することもありますが、大部分は地域コミュニティや個人のボランティア精神によって支えられています。これらの桜森たちは報酬を求めずに桜の美しさと健康を守るために年間を通して尽力しています。この説明を受け、マーティンさんは再び驚きを隠せませんでした。
報酬もなしに一年中この仕事を続けているのですか？とマーティンさんは繰り返し質問しました。彼にとって桜森たちの自発的で献身的な姿勢は単なる仕事を超えた情熱の表れであり、日本の人々が桜に対して抱く深い愛情と尊敬の気持ちを強く感じさせるものでした。特に年配の日本人男性が穏やかに微笑みながら、お金のためにやっているわけではありませんと述べたことにマーティンさんはさらに驚かされました。さらにその年配の男性は自身の家系が3代にわたり桜森を務めてきたと話しました。年配の男性自身がすでに90歳近いということを考慮すると、その祖父の時代に遡ると100年以上も前のことになります。マーティンさんはこの長い歴史にさらなる驚きを感じ、長く受け継がれてきた桜森の伝統に呆然としました。そんなに長い間奉仕をし続けるモチベーションは何なのでしょうか？これは個人的な財産ではないですよね？とマーティンさんはさらに尋ねました。年配の男性はしばらく遠くを見つめ、静かに考えた後、ゆっくりと答えました。この桜は私たちにとってご神木なんです。だからこそそのお手入れをさせていただくことは私たちにとって当たり前のことなんです。手入れをすることが当たり前だったので、改めて理由を聞かれると考えたことがありませんでしたと、彼は何でもないような表情で笑いました。マーティンさんは、日本人の感覚は本当に不思議すぎると言葉にならないほど驚いたと言います。しかし彼が驚いたのはこれだけではありませんでした。もう一人の若い日本人男性が言葉を続け、それでも私たちの家は桜森としてはまだ歴史が浅い方です。他には16代にもわたって桜森を続けている家系もあるんですと、さらに驚くべき話をしました。100年以上に及ぶ歴史にすでに驚いていた彼らにとって、さらに長く桜森を続けている家系の存在は驚きを超えて笑いがこみ上げてくるほどの出来事でした。それに三春滝桜の桜森には約400人のボランティアが関わっているんです。一人だけでこれらの桜を管理するなんて不可能ですから、みんなで力を合わせて守り続けるんです。僕たちの子供や孫の代までこの美しい桜が咲き続けてほしいんです。それが伝えていくべきものなんですと、日本人男性は少し照れくさい様子で語りました。この会話の最後にマーティンさんは、日本人は時を超えるのかとつぶやきました。そして自分がイギリスで育てている庭が日本の桜森たちの努力や情熱と比べるといかに基本的なものであるかを痛感しました。日本には桜森のような深い歴史や文化的な背景があることを知り、日本人の奥深さを改めて認識しました。報酬ももらわないなんて信じられない。彼らが桜をどれだけ大切にしているかがよくわかりますと彼は感心しました。日本には有名な桜の名所が多く存在し、それらのほとんどに桜森がいます。例えば青森県弘前市にある弘前城の桜は花いかだと称され、日本一美しいと言われています。また平安時代から続く吉野山の桜にも桜森が存在し、その美しい景色を守るために尽力しています。特に三春滝桜は東日本大震災があった年にも無事に美しい桜を咲かせ、震災で傷ついた人々の心を癒す役割を果たしました。日本において桜は単なる名所や観光スポット以上の意味を持ち、多くの日本人にとって心の支えとなる特別な存在です。マーティンさんはこの深い歴史と文化を持つ桜、特に1000年以上も続いている桜と桜森の伝統を深く理解する機会を得ました。彼は三春滝桜の桜森たちとの交流を通じて、自分の庭にもどうにかして三春滝桜を取り入れたいという強い願望を抱くようになりました。彼はワクワクする気持ちを抑えきれずに、桜の木を分けてもらえないでしょうかと尋ねました。しかし彼は残念ながら彼らから苗木の提供は現在行われておらず、また日本からイギリスへの植物持ち込みが認められていないという事実を知らされ、彼の桜を持ち帰るという願いは叶わなかったのです。しかしマーティンさんの旅はまだ終わりではありませんでした。日本を去りイギリスに戻った彼は
友人からの情報によってイギリスでも桜の研究が盛んであること、そして日本の桜を交配してイギリス独自の品種が生まれていることを知りました。さらにイギリス原産の桜の中にはオカメやウミネコといった日本風の名前を持つ品種があることにマーティンさんは大いに驚きました。僕よりもずっと前から日本の桜に魅了されていた人々がいたのかと彼は思いました。こうして日本への旅行で桜の魅力に心を奪われたマーティンさんは、イギリスで開発された桜の品種を自分の日本庭園に取り入れることを決意しました。 SNS に投稿された最新の更新では、彼が植えたばかりの桜の木の写真が公開されていました。マーティンさんは、日本の桜森のようにこれらの木々を丁寧に手入れし、愛情を込めて育てていくことを誓い、その決意を綴っていました。桜の花言葉である精神美は、平和を後世に伝える精神を象徴するものです。マーティンさんは、自分の庭で桜を育てながら、イギリスで生まれた桜を未来へとつなぐために尽力することを心に誓いました。彼のこの小さな一歩が、彼の庭から発信される世界への平和のメッセージの源泉となることでしょう。私たちも毎年短い期間だけ咲く桜の美しさを大切にしながら、この桜の美しさを後世に伝え継いでいくことが重要です。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。